Okay. Took out Shiga. うちの新人がお前に用があるんだとよ。アカウントをお釈迦にするのはその後だ。何のことだよ。お前なんか知らねえよ。とぼけるとアカウント破壊だけじゃ済まさねえぞ。本当に知らねえんだよ。自分が買ったアカウントぐらい覚えたら。なんならほらデジバイス見てみりゃいいだろ。確かにここにはお前のアカウントはなさそう。な俺嘘は言ってないだろ。頼むから。待て。残念だった。Yo, oh, I know what this is. Oh no, yeah, this dude is in for a world of pain, like, a world of suffering. Oh man, this dude just got really unlucky. Oh shit. It's an eater. Oh man, oh.Right, bang, bang. It's right, bang, bang. I'm kidding. But it did assault him. Hold it, okay. どうせエラーするか、アカウントが破壊されるだけだ。待てよ、冗談だろ。置いていかないでくれ。Ugh, that can't be good. ここまで来れば安全だな。エリカ、千歳、聞こえるか？くそ、さっきよりデジタルウェーブが乱れている。あの化け物に飲み込まれたように見えたが、戻ってあいつのアカウント状態を確認するまでは、たかだか最初の手がかりが外れたくらいで、しょげてんじゃねえよ。やつが外れなら、また次の手がかりを探すまでだ。それとも、もう諦めるか？それもいい。これからはさっきみたいな危険が毎日のようにつきまとう。続けるもやめるも、お前次第だ。なら、いつまでもしけた面をするのはやめるんだな。少なくとも。これからお前は一人じゃねえ。試験は合格だ。ギリギリ9大点ってところだがな。お前はこれから俺たちフーディエのメンバーだ。A test。 店に戻るぞ。あいつらが待ってる。Kamishiro Enterprises. Yar. And I have myself a Tentomon. Yay! Let's look around. Okay, I can only go. I can go left.I can go. I can't go right. All right, let's check. He's at an office. There's Ryuji. Erika の部屋で待っていろ。千歳を呼んでくる。Let's see if there's anyone else here. Hidden treasure. Oh, sweet. You can go to the shop. Does my currency carry over?Oh, no, it doesn't. That bites. Instantly returns party to the dungeon entrance. I mean, I know what export does. I just have trouble with
Forget about it. I can afford one. You know, let's go for two. Okay. What can I sell here? Wow. Let me hold on to it till later. There's nothing here to buy. Okay. Erica's room should be here. Erika Mishima. Well, this is a Namco Bandai game, so that name was bound to pop up sooner or later. Gripping that stuffed animal. I'll apologize to her. I'll be mature about it. Chitose Imai. Or is it Limai? I think it's Imai. Yo, なんでお嬢をフリーズしてんの？あらら、それでいじけてるわけ？これ、人手さんに見してみさん。なんだ、ちょっと傷がついただけじゃん。これならすぐ治るって。機嫌直せよ、お嬢。無理。ネネタンは私の親友。親友が傷物にされた。この心の傷は。 きっと一生治らない。エリカ、そんなもん振り回すお前が悪い。こいつに部屋に行けと言ったのは俺だ。言わなかった俺が悪かった。お前も許してやれ。この前反対された新しい PC、買っていい？それとこれとは関係ない。Sounds like somebody's being sneaky about this. さすがお兄ちゃん。お兄ちゃん、つうか、どっちかっつうとお父さんっぽいけどな。達成。うるせえ。シガのアカウントを調べさせている。依頼人からの要望は、対象のアカウントの破壊だ。あの化け物と遭遇して、奴がどうなったのか、確認。出たよ。アカウントがエラーを起こしてるね。 シガはそれに巻き込まれたか。でもよ、アカウントを食っちまうバグなんて聞いたことないな。ああ、ザクソンに報告をしておく必要はあるだろう。だな。ま、ともかくこれでザクソンからの依頼は無事完了ってわけだ。それよりさ、新人くんの試験はどうだったのよ。ああ、合格だ。マジで？やったなお前。フーディーへようこそ。歓迎するぜ。 じゃあま、改めて自己紹介といくか。俺は今井千歳だ。よろしくな。リュウジとお嬢とは長い付き合いでさ、チームじゃ情報収集を担当してんの。さっき渡した八鳥ちゃん役に立っただろ。興味あったらいつでもいいな。他の丸部屋も見せてやるよ。で、こいつがチームリーダーの三島リュウジだ。俺のことはもういいだろう。
三島エリカ。もう分かっていると思うが、俺たちチームフーディエはエデンで仕事を請け負うハッカーチームだ。依頼内容は何でもあり、ハッキングから偽物探しまで何でもござれってな。個人からの依頼も引き受けるけど、お得意様はチームザクソンだ。奴らのことはもう分かってるよな。よしよし、物覚えのいい後輩で千歳さんは嬉しいぜ。ザクソンはエデンを荒らすような悪質なハッカーを許さない。ハッキング能力はエデンを守るために使うべきだと考えている。俺たちがザクソンから依頼を受けるのもその辺が理由さ。フーディエの掟その1、悪事には加担しない。俺たちはザクソンの元で働く正義の味方ってわけ。事実、俺たちはエデンの行き過ぎた暴走行為を抑える役目を担ってるしな。俺たちの仲間になったからにはお前も悪いことは NG だぜ。ザクソンに喧嘩売るのもなし。お客様は神様ですってな。その点こいつは心配ねえよ。だな。自分のアカウントを奪ったハッカーを追いかけて単身空論に乗り込んじまうくらいだもんな。俺たちのことはこれくらいで十分だろう。あとはおいおい覚えていけ。千歳、エリカ、どちらでもいい。こいつに板の説明をしておいてくれ。終わったらザクソンに報告に行く。リュウジがどこ行ったって？あれ、聞いてねえの？このネットカフェ、こいつら兄弟の店なんだ。生活費も稼げてアジトにもできて一石二鳥ってな。バイトの女の子も可愛いんだぜ。な、手出すなよ。俺が狙ってんだからな。 Girl who works here. さてお嬢、板の説明。 Say, you're there, I missed that just now. 千歳。ですよね。残念だったな、新人くん。若くて可愛い女の子に教えてもらいたかっただろうけど、今日はお兄さんで我慢しとけ。さあ、こっちだ。ついてこいよ。おい、どうした？そんじゃま、先輩であるこの俺が直々に新人教育をしてくれよ。慎んで拝聴したまえ。何キョロキョロしてんだ。お前のことだってもうブータ。あれ、気に入らない？おかしいな。俺なりの親しみがこもっているし、何よりお前のそのモブ顔を的確に表現したつもりなんだけど。じゃあ他のを考えるか。モビー、モブサワ、モブリン、モブリビオン。No, newbie, newbie pie. That's just what I was thinking. Cameo kid, red shirt, eh. Oh, 普通じゃ面白くねえと思うんだけどな。ま、こういうのは無理強いする。話を戻すぜ。これはもう説明する必要ねえよな。一見何の変哲もない PC 端末に見えるが、これがこの店のログイン端末だ。板の説明をするから PC を立ち上げてみな。板ってのは掲示板のことだ。今画面に映っているのはフーディのサイト。チームへの依頼はここに設置された掲示板に書き込まれる。いろんなやつが掲示板に書き込むが、引き受けるかどうかは俺たちの自由だ。依頼は誰が受けてもいい。受けた本人がこなしてもいいし、誰かと組んだっていい。ただし難易度の高い依頼はチームでこなすからな。こいつについてはまず受けるかどうかの判断を。どっから頼まれてんだか知らねえけど、たまにリュウジが掲示板以外からもでかい仕事を持ってくることもあるしな。自分で言うのもなんだけど、俺たちは腕がいい。依頼内容もバリエーションに富んでるんだぜ。クラッキング対策とか防壁構築の依頼とか、悪質なハッカーの追跡とかな。お前、リュウジに拾われて運がいいよ。ハッカーを追跡するのにこんなにいい環境はないぜ。フーディエで依頼を受けているだけでも、お前が追う犯人につながる可能性がないとも言えないし。ん？
俺たちは